皆さんこんにちは。こんにちは。本日は東京タワーにご来島いただきまして誠にありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデー第2部がスタートいたします。本日の MC を務めさせていただきます松本ゆりかです。よろしくお願いいたします。だんだん夕暮れとともに夜景も綺麗に見える時間となってきましたけれども、この後始まりますアーティストさんのライブはですね、盛り上がること間違いなしのライブですから、皆さんぜひぜひお立ち寄りになってご覧になっていってください。そのライブの前にまずは東京タワーからのお知らせです。あさって2月3日火曜日は皆さんご存知の節分ですけれども、東京タワーではその節分の日にここの大展望台のちょうどこの反対側の西側のエリアでですね、節分追儺式を朝10時45分から開催します。当日は芝増上寺の僧侶さんによって茶器払いを行っていただいた後、祝福を願ってお菓子や福豆がまかれます。またこっち失礼しました。また当日節分の行事としてすっかり定着した恵方巻きの丸かぶりコーナーもこの大展望台に設置されます。今年の恵方は西南西なんですけれども、西南西と言われただけじゃちょっとイメージしにくいと思うのですけれど、この東京タワーからの方面で言いますと、皆様から見て左手のところにございますカフェに沿ってですね、歩いていただいた時、突き当たった時の左手の富士山方面が今年の西南西なんです。なので当日は大展望台から富士山を眺めながらの恵方巻きを食べきってみてはいかがでしょうか。そして当日は紋付き袴姿ののっぽんも参加します。今年1年が無事にそして幸福に過ごせるよう、あさって2月3日火曜日はここ東京タワー大展望台で豆巻きと恵方巻きの丸かぶりに参加してみてはいかがでしょうか。詳しくは東京タワーのホームページをご覧ください。それでは早速この後登場してくださるハロー青空トレインをご紹介します。2013年アルバム Hello Everybody でデビューされ、この収録曲がテレビ朝日ミュージカル TV 登録アーティストランキング1位、有線キャンシステムお問い合わせランキング J-POP 2ヶ月連続ベスト10入りし話題となりました。そして昨年11月12日にシングル君の指輪にキスをするをリリースされました。それでは登場していただきましょう。 Hello 青空トレインです。どうぞ。
来る気がするよ。混在する世の中の光と闇を進んで近くいない君との出会い求め。東京都前にお越しの皆さん、こんにちは。いや、こんなにたくさんの人に、見てきていただけると本当思ってなくて、すごくすごく嬉しいなと思います。初めての方も初めてじゃないという方も一緒にハローハロー、こんにちはの挨拶やってみたいと思います。いきますよ、私についてみてください。いきますよ、せーの、ハローハロー、せい、ハローハロー、ハローハロー、カメラの前もハローハロー、そういう感じです。ありがとうございます。皆さん参加型となっておりますので、最後皆さんのパート出てきますので油断しないでくださいね。それでは続き、1、2、3、4、君も君も言う、想像する未来には君の笑顔が溢れてから、yeah! 君の待つこの東京タワーへ迎えに行くよ、走り出していくよ。盛り上がって楽しんでいきたいと思います。なんだろうな、人生って楽しい、楽しむ、それが一番大事なんじゃないかなと思います。だからこんな曲を作りました。シンプルに楽しむことがとっても大事。次の曲、シンプル、あー、ワン、ツー、スリー、あなたにも響いてるかな。それぞれが持つ
いでいたシンプルに愛がいっぱい逃げたくなっていたい。みんなと一緒にずっと歌いたい、楽しんでいたい、忘れずいたい、シンプルに夢がいっぱい叶えてみせたい。勇気をあげるよ、ララ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 こんばんはのね時間になってきましたね。わーわー嬉しいな。初めてハローアズナットラインを見ましたという方はどれぐらいいらっしゃいますか。わーそこの2人、あ結構いる結構いる、ありがとうございますありがとうございます。あのねここでライブを行っておりまして、あのまさかねここで出会えるとは、ここで出会えるとは、これで出会えるとは思っていませんでした。あの私たちハローアズナットレイン元気とか、なんだろうな、楽しいなとか嬉しいなとか笑顔とか、まあ、そんな単純なことなんですが、そういうことって大事なんじゃないかなと思って、伝えていっていきたいなと思って活動しています。初めての方も初めてじゃない方も今日ねここに来てよかったとかね笑ってもらえるように、全力でやっていきたいと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いします。ハローアズナットレインはですね、CD を今日は持ってきて、たくさん持ってきているんですけど、その中からも、ね、いっぱいやってますので、もし、ね、ハローアズナットレイン持って帰りたいと思ってくれた方は後であちらで私たちサインをしに行きますので、来ていただければなと思っております。そして、今1曲目ハロー、そして2曲目シンプルと続いて聴いていただきました。次の曲ちょうどですね今ぐらいのあちらに見える夕暮れ時の空にぴったりな1曲をお届けしたいなと思っています。時期も今ぐらいの季節の曲です。寒い季節の夕暮れ時に空を見上げて、こう花がなっていない桜の木をですね、こう夕暮れ時のこの桜色の空が桜をこう咲かせてくれる、そんな桜雲。Come on.
するのは卒業をテーマにした一曲です。今日はさよなら、明日はよろしく、嫌なことは、ね、後には次にいいことがある、そんな前向きなメッセージが込められた一曲です。それでは次の曲、紙一重。
途中から来た方、私たちハロー青空トレインというバンドです、ハロー青空トレイン、ちょっと長くてね燃えにくいかなと思うんですが、ハロー青空まで入れたら検索出てきます。ハロー青空だけ覚えてくださいこんにちは青空という感じですね。そんな感じで私たちハロトレと呼ばれておりますが、最初にでもね紹介していただいた通り、私たち CD を、全国でね発売させていただくことができました。どうも皆さんありがとうございます。ありがとう、それもこれもですね、そのもちろんね、出していいよと言ってくれたレーベルの方々と、そして応援してくださる皆さんのおかげです。すごく嬉しいなと思います。これからもですたくさんたくさん、曲を届けていきたいなと思っています。今日はですねちょっと、長めのステージやらせてもらえるということで、いつもねあのライブハウスとかでやってる時は30分ぐらいなんですけど、今日は50分ステージということで、少しもう少しだけ、お付き合いいただければなと思います。そしてですねここでちょっとやってみたいことがあります。ベースのミキちゃんがどうしてもやってみたいということで、皆さんぜひその願いを叶えてあげてください。写真撮ってもいいですか？顔出し NG の方はちょっと顔を隠してください写真を撮りたいなと思っています。せっかくこんなに来ていただいたのでちょっと記念写真を撮らせていただきました。どうもありがとうございます。改めましてハロー青空トレインです。ですね、今お届けしたの桜雲、そして続いて紙一重という曲をお届けしました。春の曲をお届けした後には、次はですね皆さんもよく知っている、絶対どこかで耳にしたことがある某コンビニの某曲がありましてそちら実はですね私たち、今回新しく発売したシングルに、カバー曲を入れさせてもらいました。そのカバー曲を皆さんも一緒に歌えるじゃないかなと思ったので一曲持ってきましたので、ぜひ一緒に歌ってもらえれば嬉しいなと思います。それでは次の曲、デイドリームビリーバー。
曲を聴いていただきました。その前は Daydream Believer という曲ですね、一緒に歌ってくれてありがとうございます。ちょうど後ろを見てみてください。東京タワーもいい夜景が見える頃になってきましたね。ありがとうございます。私たちすごい見えてるんですけど、夜景きっと皆さん見えてないんですよね。ごめんなさいね、本当にね。私たちだけ贅沢ですね、すごく ね。ちょっと誰か MC に参加しない？はい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 ね、めっちゃいい景色だよね。こんなところでできる、じゃあ座ってるからね。あ、いい眺めです。夕暮れ時が良かったよね。良かったよね、ちょうどね。あのこんなねロマンチックなシチュエーションなんか、ライブをできるなんて思ってもみませんでした、本当に今日は、来てくださってすごくすごく嬉しいなと思っています。いろいろ、ね、お知らせしたいなと思うんですが、最後に、ね、また話す機会があるみたいなんで、 MC の方とその方とゆっくり話すということで、今ですね曲の紹介をどん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 していきたいなと思います。次の曲、なんだろうな、何が大事か、何が、何のために生まれてきたのかとか、そんなことをですねもう思い悩んでしまうぐらいこう落ち込んだ時というか、こう考えてしまう時期がありまして、皆さんはきっとありますよね、そういう時ね。きっと誰にでもあると思うんです。自分のことは好きですか？私はですねすごくコンプレックスばっかりでした。あ、なんであんなこと言っちゃったんだろうとか、あ、なんであの時はしなかったんだろうって後からすごくすごく思って後悔をすることが多いです。なんだろうな、思ったことを全部言ってしまうんですでも本当ね、悪気はなくて本当にそうだなと思って言ったことがちょっとね後で、あんなことやらなければよかったって思うことがあって、きっとね皆さんにもそんなことじゃなくても後悔することとか、なんでこうなっちゃったんだろうなとか考える時があると思うんです。そんな時に一曲、こんな思いで、作った曲があります。野に咲く花は英語で何というか知っていますか？あ、知らない英語でワイルドフラワーと言います。ワイルドな花ですね、野生に咲く花。野生に咲く花って今日ちょうどねギターのますみさんの体に全身に何あれ草ね、なんかすごいくっついて、すごいくっつく草が今日ねついたんです、いっぱい何百個もそれでね、野生の花っていうのはすごくすごく強いんです、生きてやろうっていう気持ちがすごく強いんです。だからそんなね、野生の植物のことがすごくすごく素敵だなと思ってこの曲をかけました。それでは前置きが長くなりましたが、ワイルドフラワーという曲を。強く強く
当に今日はどうもありがとうございます。それでは早速次の曲いきたいと思います。ニューシングル、一番新しく発売したシングルの中からタイトル曲をお届けしたいと思います。ロマンチックで、ポップな、全開な一曲になっています。恋をしてる人もしていない人もドキドキしちゃう一曲です。それでは次の曲、君の指輪にキスをする。CD 置いてますのでぜひぜひ寄っていただけたらと思います。最後の曲、次で最後の曲になります。最後の曲はですね、なんかね、こういろんなことを勇気出せない時ってあるじゃないですか。一歩踏み出そう、一歩勇気を出してみよう、そんな、前向きな気持ちがこもった曲を皆さんと一緒に、お届けして楽しんで帰りたいと思います。それでは
今日は本当にどうもありがとうございました。ハロー空トレインでした。最後の曲歩き出そう、ワンツースリーファイブ。No.
ありがとうございました。ハローザトレインの皆さんでした。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。はい、じゃあ少しインタビューをお願いします。今日どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、東京タワーでのライブいかがでしたか。はい、ですね、東京タワーはですね、はい、私すごくすごく大好きで、はい、赤いじゃないですか。あ、はい、はい、でもここ赤いの見えないじゃないですか。あ、そうですね、はい、中からは、はい、でも、はい、ここは赤いんだなと思いながらとっても楽しくやりました。ね、赤いの大好きなんです。そうなんですね。東京タワー、家から見えます？見えないです。見えますか？高いところ登れば見えるんですよ。あ、もう今日は赤いかな赤じゃないかなってもすごい楽しみにしてます。赤が好きです。へえ、好きな色は赤なんですね。あ、ピンクです。あ、ピンクなんだ。そこで、うん、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。11月にリリースされました君の指輪にキスをするですけども、はい、音楽自体もすごくなんかポップで聴いてるだけで楽しくなる曲なんですけども。本当ですか？楽しくなりました？なりました。私裏で一人でノリノリで、本当に、はい、やってました？やってました。 ありがとうございます。嬉しいです。ミュージックビデオを見させていただいたんですけど、そちらもすごく、はい、皆さんがなんかもう楽しそうですよね。そうなんです。もう楽器を捨ててこう踊ってるやつとかありますね。出てきますんで、君の指輪にキスをする映像、はい、ぜひ見てもらえたら嬉しいです。ぜひぜひチェックしてみてください。はい、今流れてるやつですね。はい、はい、ぜひぜひ。最後に今後の活動予定は、はい、今後の活動はですね、はい、いろいろライブをですね、東京もやってますし、名古屋、大阪でもやっていますので、詳しくはホームページ見ていただけたらなと思います。その他もいろいろね、SNS やってますので、ハローズラトリー検索してもらえたら嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日は物販もされるんですかね。はい、そうなんです。あちらで物販をやってまして、今かかってる曲もありますし、今日やった曲ね、ほとんど CD に入ってますので、ぜひね、ああいう感じの曲どれに入ってますかって言ってもらえれば、あそこで答えますんで、サインもさせてもらいます。ぜひぜひ立ち寄ってみてください。もちろんね、CD はちょっとっていう方でも、チラシありますので、ぜひもらっていただければ、ちょっとでもね、話してもらえればなと思います。話したいです。話したいです。はい、皆さんとお話をしたい。皆さんとちょっとね、ここ暗くて皆さんの顔がね、よく見えてなくて、だからぜひね、あそこに来て、目と目で合わせてご挨拶できればなと思っています。よろしくお願いします。皆さんぜひぜひお帰りの際にお立ち寄りください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、ハロー青空トレインさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございました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 。皆さん少しでも気になったという方、またお話をしていきたいという方は、ぜひぜひお帰りの際にお立ち寄りください。またこの後7時からはシンガーソングライターの上奥舞子さんがライブをお送りします。ここまでのお相手は松本ゆりかでした。また7時にお会いしましょう。ありがとうございました。